皆さんこんにちは、前菜白玉です。では今日のバーボンハウス、前回ねねさんを攻略したということでね、ちなみにちょっとクリアした後に知ったんだけど、プロフィール画面見たら僕ずっと花江ねねさんって呼んでたんだけど、花村だったわ、ごめんなさい。僕この動画ね、登場人物が6人女の子がいるんだけど、僕がプレイするのそのうちの半分の3人クリア目指していこうかな。面白いゲームだからね、みんなにもちょっとプレイしてもらいたいっていう気持ちがあって、僕がプレイしていくのはこのねねさんと、水曜日に現れるバーテンダーの、ね、泉ちゃん、あとちょっとエッチな千歳ちゃん、3人を攻略していこうかなと思って、では今日も続きからやっていきたいと思います。8月27日健康保険組合からの定期連絡である。運動をしよう、タバコをやめよう、生活習慣病に気をつけようとおなじみのお出し文句が並んでいる。確かに大五郎にイケてる細マッチョだっけって言われたもんな。バッチリだね。最後のページは保養所の統廃合をつけている。昨今利用者が減っていることもあるのだろうが、少子化の時代を見据えて切れるコストを切っていこうという考えなのだろう。こうやって廃止された保養所の廃墟が日本にはいくつもあるという。昭和の時代には流行って盛んに建てられたというか、保養所ってなんだろうね。トレンドというのは本当にあっけないものだな。まあバーボンハウスいきましょう。誰がいるかな。古き良きバーといった雰囲気、良い音楽に良い酒、そして良い会話。今日は誰と話そうか。店内を見ると見知った顔が目が入った。ねねさん、あ、そっかそっか、なんか見覚えあるなと思ったらごめん。なんかタイムリープかなって思ってたら、そうだな、女の子クリアするとエンディング入っちゃってセーブができないんだよね。そのままそこで終わっちゃうから。なるほどね、そうだそうだ。ということはここでねねさんやっちゃうと終わった。大五郎、その大五郎、冒頭でお話ししたようにね、僕はあと2人攻略していくって決めてるから、この中だと今いないんだよね。だから大五郎を狙うしかないんだよ。行くぞ大五郎。ちょっと気をつけないとね、またエンディングに行っちゃうかもしれないから、これぐらいはちょっとミス。3444点ちょい。大五郎、大五郎、よーし。そう、大五郎、お前と飲みたかったんだ。そのようだ。これでこの男におごるのは二度目になる。ガッハッハ、嬉しいね兄ちゃん。そうだろう、ちゃんと飲んでくれよ。俺のこと山鳥って呼んでって言っただろ。おごろうなんて100年早いんだ。まあせっかくだから飲んでくれ。言われなくてもいただくぜ。豪快な飲みっぷりでまたもや一気に飲み干し、グラスを空にする。お返しのグラス、男気多いよ。毎回おごってもらいっぱなしってのは気が引けるからな。そういうことならバーでおごられた酒を断るのは良くない。私もここに酒を飲みに来ているのだ。いただくとしよう。
うまいな。今度は別々に酒を注文し、酒を飲み進める。あくまでもおごりは最初の一杯だけだ。それにしてもいいのか、また店を任す。そうだよね、あの9丁目でバーの店長をやってた。なんだ、そんなことか。気にするな兄ちゃん。最近はな、軟弱なのが増えちまってよ。俺なんかよりママのが人気なんだぜ。参っちまうよな、はは。そう言いながら酒を煽る大五郎はどことなく寂しそうに見えた。まあそのおかげで店もやっていけるし、こうやって外で酒も飲める。自由度は上がったもんね。悪いことばっかりでもねえな、ガハハ。そういうものだ。まあそうだよな、詳しくなくてな。まあ兄ちゃんは気にしなくていい問題だぜ。よし、辛気くせえ話はやめだ。楽しく飲もうぜ。そうだな、いっぱい飲もう。ああ、とは言ったもの、この大五郎いつもより潰れないで、ね、大丈夫。酒なんていくらでも飲めそうな見た目をしているのに、おほむと。やばい、寂しそうだが慰めるパターンかな。大丈夫か、少し飲みすぎている気もするが。心配してくれてんのか。いや別にそういうわけではないが、その気遣い感謝するぜ。だがな、俺はこの町で酸いも甘いも噛み分けてきたんだぜ。酒の飲み方くらい分かってらなら心配いらないな。やっぱりそれが目的ですか。ああもうチラチラ胸見てたと思った。でもな、雨どうだと、こう誘い面白い。そういうことだろ山鳥、聞くのは野暮だぞ。この前断れちゃったな。まあそうね、ちょっと断ってしまった。店か、でもお店行くぐらいはいいんじゃない。なんだ、そういうことだったのか。私はてっきり。山鳥分かってんじゃん、お前。そうだな。お、いいのか兄ちゃん。あ、せっかくの誘いだからな。二度も続けて断るのはさすがに悪いだろう。このあとまだ飲むことも考えれば、大五郎の店に顔出すのも悪くない。そうこなくちゃな。よし、マスターごっそさん、二人分まとめてくれや。 おい、私が飲んだ分は。大五郎、男、ごちそうさま。大五郎が私の分まで会計を済ませると、バーの外へ。体で払えとか、体で払えってことですか。タヌキをどう使うんだ。なあ兄ちゃん、俺の店に行く前に一緒にサウナでもどうだ。せっかく仲良くなれたんだ、裸の付き合いも悪くねえだろ。大丈夫かい、これ。そういう人たちが集まるところじゃ。私が答えに迷っている。おっと、あーっと、おい大丈夫か。大五郎はよろけ足を踏み外してしまう。支えてやれ。よし、支えたな。おー、すまねえな兄ちゃん。お、いい体してるじゃねえか。あれ、おかしいな。なんか制作ページの方に男性の方はなんか攻略ないって聞いたんですけど、あれ、これだけ酔ってるのにサウナはダメだろ。そう、危ない危ないね。え、大五郎の店行こう。そうだな、こっちだ兄ちゃん。こうして私たちは夜の街へ消えていった。終わった。あーでもクリアだねみんな。やったね。やばいな、開始10分。まあこれはこれで編集するけどさ。でもそっか、でも参ったな。攻略対象以外の子たち
の時になんか箸休め的な感じで大五郎とか狙ってきたかったんだけど、2回で終わってしまうってなるとそうもいかないな。これセーブできないもんね、おそらく。なんてこったい。ね、ほんとこれすっげえ短い動画できたね。よし、いやー、女の子攻略する宣言して大五郎攻略しちゃったね。まあ、いたまちょっと一人で食い入りたいと思うから今日はここで終わりたいと思います。お付き合いいただきましてありがとうございました。